アレクサンドラス・カリオタイティスのシールアレクサンドラス、カリオタイティスは、ポジーラ及びボルイーニコナバフルダイク公・カリオタスの息子であり、リトアニア大公ゲディミナスの孫であった。青年に関しては、不明、おそらくアレクサンドラスは、カリオタス兄弟の中では長男であると思われる。1362年に、オジリトアニア大公アルギルダスが引き起こした青水の戦いにて、 他の兄弟たちと共に加勢したのが最初に乱すことのできる言及である。翌年にカリオタス兄弟は青水の戦いでの報奨としてポジーリの香領を授けられた。その後すぐにカトリック教会の洗礼を受け入れてポーランド国王カジミエシュ三世大王に服従してハールイチボルイーに戦争に加勢している。1366年にカジミエシュ三世は ボルイーニの大部分を掌握すると、その支配権をアレクサンドラスへ委ねたことから、ボロディムイル・ボルイン指揮移となっている。アレクサンドラスによる同公国の統治は、カジミエシュ3世が制挙する1370年まで維持された。アレクサンドラスが、カジミエシュ3世の葬儀に出席している間を、見計らっておじである、ボルイーニ県ルツクコーリバルタスが攻め込んできた。 1371年のボロディーム・イルボルイン式、広告を創出するとアレクサンドラスは治療である、ポジイリアに戻っている。カリオタスケ統治の元ポジイリアではカトリックが広まった。1375年に、ローマ教皇グレゴリウス11世は、カームや熱にカトリック教会の司教区並びに、ドミニコ会の司教を置くことを認可している。1377年には、町の中心地に、 カトリック教会の寺院が建てられている。1374年にアレクサンドラス・ユルギス兄弟はマクデブルク法を可ししている。1377年にカリオタス兄弟はハンガリー国オーラヨシュ一世紀首王の創始家化を承認している。主要課題は対外政策たる絶え間なく続くジョチウルスとの戦いであった。 そのジョチウルスとの戦いの中の1380年頃に、アレクサンドラスは、不慮の死を遂げた。アレクサンドラス没後のポジイリアの支配権は弟であるコンスタンティナスに、その没後にはさらにその弟であるテオドラスによって、それぞれ継承された。ありがとうございます。